第3グループはあと2人です。 Representing Azerbaijan, Yulia Vorobieva. 15番 Yulia Vorobieva さん、アゼルバイジャン。アゼルバイジャンのボロビエワ、スピンのボロビエワ、最後のスピンは非常に見応えがあります。アラジンのサウンドトラック、トリプルフリップダブルトーンの予定でしたが、1回転ですね。ステップからのトリプルループでした。これが注目のコンビネーションスピンですが、最後のスピン、そのスピンだけで拍手がうーっと湧き上がってきました。アゼルバイジャン、ボロビエワ、この最後のスピンに向けてうまく盛り上げていく構成なんですが、そうですね、普通はジャンプにこう気が行きがちだなんですけれども、はい、やはりこれだけスピンを回るということは、こうキュッとプログラムが引き締まって見えるので、はい、ただ惜しいの前かり、このトリプルフリップの予定だったんですがね、失敗した原因はどこですか。ここ2、3日に来てやはりこう2本足で踏み切らなくてはいけないのに、はい、こう片方ずつバラバラに動いてしまったというところですね。あ、でこのスピンなんですけれども、はい、日頃はもう少しやはり彼女のいいところなんですけれども、こうずっと同じ部分で回っているんですが、この最後になってやはりこう少し移動してますよね。移動してますね、はい、この辺がジャンプのミスにも少しずつこう影響しているのではないかと思います、はい、体のバランスですね、この表情からも、まあ、今にこやかに答えるこの頭の片隅にやはり失敗というのがどうしても浮かんできていることだろうと思います。やはりこう微妙な違いでもジャンプなんかをやりますと本当に 0. 点何秒の間に回転しなくてはいけないので、ちょっとしたバランスの狂いが大きな失敗につながってしまいますから、その辺が非常に難しいところです。そうですね、はい、特にこのショートプログラムは決められた8つの要素、その8つの要素をしっかりと2分40秒以内にこなさなければいけません。
ですからフリーの時にはまあ多少いくつか失敗があってもある程度自分の滑りができれば満足の気持ちがあるでしょうけれども、ショートプログラムの場合はその要素がやはり欠けてしまうとどうしても気持ち的には悔いが残るかもしれません。エレメンツ、やはり点があまり出ません。どうしても最初のコンビネーションを失敗すると点がなかなか出にくい状況にありますよね。プレゼンテーション、芸術的な評価です。こちらは 5.4 そして 5.1 も出ています。15人が終わって10位、日本の荒川7位です。